第41回ユーロビジョンソングコンテストは1996年5月18日に、ノルウェーオスロのオスロスペクトラムで行われた。制作、NRK ノルウェー放送協会。プレゼンターは、イングリッド・ブリンとモートン・ハルケットで主に、ノルウェー語と英語、時折、フランス語を使用した。放送時間、3時間7分。参加国の増加に伴い、 エブ欧州放送連合は選抜方法を暗中模索し、今回は事前審査で23カ国に絞ることにした。対象は開催国を除く参加希望国すべてで録音されたオーディオのみ、各国から選出された審査員がお気に入り順2 2 10、8から1点として採点する方式だった。選考は1996年3月28日に実施されたが、 その経過は一切テレビで放送されず、エブ欧州放送連合の内部で集計したものが後日発表された。この結果、ドイツ、ハンガリー、ロシア、イスラエル、デンマーク、ルーマニアが出場権を失い、マケドニアの新規参入もかなわないという結果になった。中でも注目を集めたのは、ドイツの落選で40年間解禁だったにもかかわらず、 初めて不出場となってしまった。ドイツは前年最下位だったため、審査員が最初から敬遠したと噂されており、公正な審査とは言えなかったのではないかと疑問視されている。また、エブの運営資金の最大拠出国がドイツだったため、ドイツ側からの不満の声が大きかった。何よりも、この選考方式は透明性を欠いているということで、物議を醸し、見直しされることになった。 以降、同じように、資金拠出の大きい国が落選することを防止するため、ドイツのほか、イギリス、フランス、スペイン、そして、イタリアの5カ国は、前年の成績にかかわらず、予選なしで本戦進出できる権利が保障されることになった。以下予選敗退リスト5増後減により23カ国。エストニア、スロバキア、フィンランド、オランダ、スイスは、 事前審査を通過して復帰した。以下参加国の出場回数及び中継テレビ局一覧 BRTN ベルギィオランダ語放送内数字は参加回数不出場ながら中継放送を実施した局各国の首相大統領等国の要人が登場し応援メッセージを語った。変更なし各国の審査員が気に入った他国の10局に投票お気に入り順2 2 1 8から1点として採点。演目終了後、衛星回線で繋がれた各国のテレビ局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算していった。初めての試みとして、ステージを青くし、デジタル映像で3次元化したスコアボードを投影。各国スポークスマンもこの空間に映し出していくという。 バーチャルリアリティ演出が行われた。またしてもアイルランド代表が優勝してしまった。アイメアクイーンのボイスであるが、歴史の声を聞け。という歌詞が、北アイルランド問題を暗示していたため、イギリスからの投票はなかった。言語 BR イコールブルトン語、BS イコール、ボスニア語、I イコール、エストニア語、カオルイコールフィンランド語、 GSW イコールオーストリア語、Ours イコール、クロアチア語、c a l イコールアイスランド語、l a イコール、オランダ語、n a イコールポーランド語、SK イコールスロバキア語、SL イコールスロベニア語、t e イコールスウェーデン語、A イコールエコイコールイタリア語、K イコールギリシャ語、西イコールスペイン語、土イコールトルコ語、フッツイコールフランス語、ホイコール、 ポルトガル語、出場順に投票各局曲の歌詞については以下を参照のことでガルースラッシュ英語版、フランス語版、ドイツ語。ありがとうございます。